皆さんこんにちは、203です。今日は珍しく、自転車関係じゃなくて車のインプレをしたいと思います。今日僕の車を点検に出してまして、その台車で来たのがこちらの BMW の、523のツーリングですね。こちらを、台車でお借りしましたんで、ちょっとそちらのインプレをしたいと思います。坂なんですけども、全然坂に感じさせないですね。もう音も静か、エンジンの音も静かだし、全然坂登ってる感じがしないですね。ここ自転車で走ると結構きついですね。これ 12% ぐらいあるとこなんですけども、結構僕は坂が苦手なんで、ここ自転車で走るときは辛いですね。今スイッチを入れたとこですね。液晶パネルにアナログのメーターが映ってます。なんでこの、針は物理的に何もなくて液晶に映った絵になりますね。ここだから全部平らになってます。エンジンをスタートするとこういう感じですね。今ハンドルも自動的に下がりましたね。で、車内を見ていきますと、すごいこれがですね、ウッドパネルがすごい高級感ありますね。ずっと下がってきて、こちらが開けると、カップホルダーがありますね。あとこちらにちょっと物を入れるところと、あと USB がありますね。で、これを押すとこに戻ってきます。で、こちらボタン類ですね。で、これが、パーキングブレーキですね。これを引っ張るとパーキングになって、発進するときは何もしなくてもアクセル踏めばなんかパーキングが取る、解除されるみたいです。で、ここに、スポーツ、コンフォート、エコプロっていうのがありますね。で、これトラクションコントロールのオフボタンですかね。これを押すと、これなんかすごいですね。障害物が出てるみたいです。で、これはボタンを切り替えるとリアの映像が出てきます。バックモニターの映像が出てきます。で、後ろの席なんですけども、革のシートがものすごい豪華というか高級感ありますね。ステッチが入ってますね。サイドサポートもかなり大きめのもので、スポーティー感がありますね。スポーティー感とラグジュアリーが両立した感じで、革がすごいいいですね。これは高級感もある。内装が本当にラグジュアリーですね。とこちらですね。ここがこういう形で入って、中に小物を入れることができます。で、上の方が SOS のボタンとライトですね。ライトが、ミラーの方は裏に ETC カードを挿すところがあります。で、ハンドルの右の方はこういう形のスイッチになってますね。ライトとかのスイッチになってます。ハンドルの左側が、これがエンジンのスタートボタンですね。エンジンを切るとこれが椅子の調整になりますね。
中は結構広いですね。まあ、ワゴンなんで当たり前といえば当たり前なんですけど、こちらのボタンを押すとこういう形でさらにフラットになります。今新東名を走ってます。ここは試験区間で最高速度が120キロまで出せるようになってます。でここでオートクルーズの方をちょっと試してみたいと思います。これは本当に自動運転ですね。ハンドルも操作してないし、アクセルもブレーキも本当踏んでないんで、一応前見てるだけですよね。これ一応ハンドルは垂直触ってるだけなんですけど、操作はしてないです。
すごい後ろ車と離れてるっていう形になるんですけども、まあ、その法定速度に加速するまでが異様に速いんですよね。普通に踏んでるつもりでも全然加速が他の車と違って前に出ちゃう感じなんですけども、それは、まあ、これディーゼルじゃなくてガソリン車なんで、それはないんですけども、すごく、まあ、3シリーズと5シリーズの違いでいうと、その発進というかアクセル踏んだ時の、ソフトな感じっていうんですかね、それは5の方がこうゆったりした感じに感じました。まあ、よく言えば本当ゆったりした感じなんですけど、悪く言うとちょっとレスポンス悪いかなみたいな感じには感じるんですけども、まあ、3シリーズの踏んだらグッと加速っていう感じよりはこう滑らかにこうスーッと走っていくっていう感じですね。もちろんパワーがないわけじゃないんですけども、ちょっとアクセルの最初の踏み込みは優しい感じでしたね。とちょっとワインディングっぽいところも走ってみたんですけども、そういうとこだとハンドリングは3シリーズとそんなに変わんないですね。 BMW らしいハンドリングで結構軽快で思ったようにスッスッと曲がっていくっていう感じで、まあ、FR っぽい感じがすごくよく出てて乗ってて気持ちいい感じはしますね。昔は3シリーズと5シリーズっていうと結構乗り味が全然違ったんですよね。3シリーズと5シリーズってそれが今乗った感じだと走りに関しては結構近い感じがありましたね。なんで違和感なく5シリーズに乗れました。まあ、3シリーズも年々こう大きくなってるんで、まあ、台が変わるごとに大きくなってて昔の5シリーズぐらいのサイズ感にはなってるんですけども、まあそういう3シリーズと違和感なく乗れる感じがしました。左車線遅すぎるんで右に行きます。120キロ制限なのにずっと80キロだと結構厳しいですね。でコックピットなんかもその、まあ、5シリーズと3シリーズ運転席のこの席の感じというか足元なんかはあんまりその5シリーズだから広くなってるっていうことは特にないですね。結構左のすねのあたりなんかは3シリーズと同じぐらいでちょっと左から当たるぐらいですね。右側ちょっと広いんですけども左は特に5シリーズだからって広くなってる感じはないですね。ここのセンターコンソールがすごい太いんで、それで、まあ、運転席の方ちょっとここが、狭くなってるのかもしれないですね。ここの感じは3シリーズとほとんど変わらないですね。それでは、モードをちょっと変えていきたいと思います。スポーツモードに変えるとメーターも一緒に変わるんでちょっと見てみましょう。はい、こういう形ですね。でエコモードっていうのに変えるとこういうモードになりますね。メーターごと変わるんでかっこいいですね。シリーズにも入れてほしいですね。もしかしたらもう新しい3シリーズはこうなってるかもしれないですね。僕の乗ってるのは最近出た新しい3シリーズの1個前のモデルになります。でこのメーターなんですけども、これはただの液晶になってるんですよね。なんでこのコンフォートモードって、普通のモードだと針がアナログの針みたいのが動いてるんですけど、これ実は、まあ、液晶で画面で書いてあるだけで、ここ自体は物理的に針とかは何もないです。平らな液晶がここにあるだけになってます。あとこちらの、モデルなんですけども、4WS ってやつですね。四輪ソーダっていうんですかね。 4WS っていうのがついてまして、60キロ以下の場合は、後ろのタイヤが、前タイヤと逆側に曲がるようになってて小回りが効くようになってるみたいですね。なんでちょっとゆっくりめの時にハンドル切ると思ったよりすごく曲がるんでびっくりします。いかがでしたでしょうか。今日は台車で借りた BMW523 ツーリングのインプレをしました。次回からまた自転車の動画を続けていきますんで
よろしくお願いします。それではまた。